よし心機一転もう一回頑張るぞって思ったその日の練習試合で僕前十字靭帯切っちゃって、だから僕は海外でやれりゃどこでもいい、レベルなんてどうでもよくて、ああ聞かれるしなんか毎日がチートデイのゆうきです。今回のゲストは元プロサッカー選手の松貝大輔さんです。松貝さんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。松貝さんは元ジェフ内場におられたんですよね。はい、お近くの2年間在籍されて。そうですね。試合には1回も出られて。そう、出れなかったです。レギュラー厳しかったですか？なるにはめちゃくちゃ厳しかったですね。それは実力が全く差があったという。はい、ありました。あそこまではっきり言えちゃうぐらいチャンスなしみたいな感じですか？やっぱみんな多分プロって武器になるとこ何かしら持ってて負けないところってあると思うんですけど、その1個だけここだけ勝てるって、じゃあ足が速いだけ勝てますって言った時に、そこだけ速くてあとダメだったら限りなく出るチャンスは少ないです。でそういう勝てる場所があっても、自分よりじゃあ例えば足が速いっていうのにもさらに足の速い人がいると、平均したら自分のレベルは低いし、その自分の中じゃあここは負けないなと思ってるところもさらに上がいたって状況だったんで。それってその選手時代からそういった客観的に自分を見れてたんですか？そこまで客観的に見てたというわけじゃないんですが、一緒にプレーしてると嫌でも分かるとか分かるし、実際にそうやって怪我してる時期も多くて、怪我して外からプレーしてる選手を見てたり、レギュラーが試合に J リーグの試合出てますっていうのをスタンドから見てたりすると、よくこんなことできるなとすごいなっていうのばっかりでしたね。あそこまで違うんですか？はい。松川さんにとって一番すごかった選手ってどなたですか？この人すごすぎるっていう選手。阿部勇樹さんですね。あーそうなんですね。やっぱすごいですね。怪物です。そんなに？はい。それはテクニックがすごいとか？全部です。多分僕も一緒にプレーするまでテレビで中でしか見てなくて、決して上手いような感じの選手には映らないんですよ。けど一緒にやると本当に上手いですし、あとフリーキックが有名だったので、僕が外から見ている時はだ、そういうキックの精度があるっていうのは分かってたんです。身体能力があるようなプレースタイルと僕は思ってなかったんですね。でも一緒にやってみたら身体能力今まであった人で一番高いです。マジですか？そういう印象もあったぐらいですよね。もちろん技術とかそういうのも全部高いんですけど、身体能力も含めてもそこまで全部すごいなと。球際とか、はい、競り合いとか、はい、すげえな。やっぱ2年間のモチベーションってどういうふうにコントロールしてました？もうすごく毎日が辛かったのか、諦めというか割り切りができてたのか。最初は希望に満ちて入るわけじゃないですか。僕の場合練習参加から契約になったんですね。で練習参加した時にもう最初3日だけだよっていう形で練習参加しました。ただその当時オシム監督がもうすぐにその後トルコキャンプに3週間ぐらいかな、3週間ぐらいなんか行くっていう話になってて、そこに連れてきたいって言っていただけて、で一緒にキャンプも行って帰ってできてからも練習参加ずっと OK になってて、その間ずっと強化側っていうんですかね、人を取る側の部門といろいろこっちも交渉はしてたんですけど、実際に契約自体がまとまらないままずっと行って、じゃあもう僕の方が折れるというか、はい、でもうどんな条件でもいいんでもう入れてくださいとっていう話で、6月1日付の正式なサインを5月の終わりに結んだんですね。はい。ただ6月1日になって晴れて正式な選手の一員としてなりましたって言った日で、よし心機一転もう一回頑張るぞって思ったその日の練習試合で僕前十字靭帯切っちゃって、もうそれでシーズン終わりです。不幸中の幸いが契約がスタートした日だったんで、だからそこら辺の治療とかも全部リハビリから何までチームで面倒見ると言っていただいて、まあちょっと時間かかったようなお話あったじゃないですか、はい、それは自分の希望を出して相手がそれにイエスと言ってくれなかったっていうのは。そうですね、もう単純に向こうがこういう金額でどうですかと、こっちがこういう金額がいいですっていう、そういう折り合いの部分ですね。それは松川さん何て言ったんですか？希望はいくらって言ったんですか？
これ使えるかわかんないんですけど、はい、向こうに行ってきたんですよ。えっっていう話だったんですよ。別にいくらでもいいんですけどっていう話で、ずっと平行線をたどって。それは確かに粘りますよね。はいとは言えないですよね、はい、そんなことあるんだ。じゃあ2年目良かったですね。でも2年目も結局ずっと怪我復帰するのが4月とか で、今はちょっと短縮されてますけど、当時ってまだ前十字靭帯切る選手が多くなくて、うん、出始めたタイミングなんですね僕も。あ、そうなんですか。ちょうどスパイクで、そこ裏側って丸型と刃型とかブレードって呼ばれるやつあるじゃないですか、はいはい、でブレードが出始めたタイミングだったんですよ。あ、でその時に僕もブレードのやつを試しに履いてみてっていう状況で、はい、他のチームの選手も同じようにブレードを履いた選手が前十字立て続けにバン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 って切ってっちゃったんですよ。でその時の一番スタートの一人です、僕は。で歯型は危ないとっていう話で、まあ、そこからさらに改良が進んで今は全然問題ないですよってなってますけど、スタートで出始めた時は前十字切る人が続出しちゃったっていう時だったんです。へえ。なので前十字靭帯に対して手術してどうリハビリしていくかっていうのが症例が少なすぎて、サッカー界だと。へえ。なので僕の場合はジェフのそのメディカルスタッフってすっごいいい人たちばっかりなんですけど、もう正直に相談して一番前十字切ってるところでいろいろリハビリやった方が間違いなくいいっていう風に向こうからも言っていただいて、じゃあどこですかって話したらラグビーなんです。へー。ラグビー界ってあの掴むじゃないですか、後ろから。もう膝しょっちゅう怪我して前十字靭帯切るなんて当たり前のように起きるんで。へー。でその人たちが切った後も第一線に活躍して復帰してるって、そこのリハビリをやってみようってなって、僕サントリーさんに、府中にあるサントリーさんに月1行って、みんなサントリーの方が練習してる横で、サントリーの PT の方がラグビー界の PT の方で、もう代表の方で理学療法士さん、はい、はい、でその方にずっとその1日月1回練習全部リハビリを見てもらって、それを持ち帰って1ヶ月その練習中心に練習リハビリすると。っていうのを毎月ずっと繰り返してた。なのでめちゃくちゃ筋力が増えましたね。あ、本当ですか。すげえな。それもなかなか特殊な経歴ですよね。給料もらいました、インドで。僕は一応全部書面上の金額は全部回収できてます。うわすごいっすね。この間ソン・ミンチョルさん、はい、あれソンさんもらったって言ってたかな。ソンさんもらった。ミンチョルも回収してるはずです。あ、そうですか。あ、太郎さんも回収してる。太郎さんは増上作戦したんで。なんか2、30回行ったって話聞きましたけど、はい、すごい、さすがアスリートって思いますけど。他にすることなかったんで、太郎さん。あ、そうですか。で、その前が、あの内田学さんって、あの孫さん紹介していただいた、はい、内田学さんは指導者ですね、インドで指導者やってる日本人の方で、その方は回収できなかったって言ってましたけどね。回収できる方が少ないと思います。あ、そうなんですか。で、どうやって回収取り立てたんですか。僕の場合取り立てはしてないです。あ、普通にもらったんですか。はい。え、あ、すごいですね。すごいって、まあ、僕お話何人か聞いてまともにもらうって話はあんま聞かないから。すごい不思議な話なんですけど、はい、チームも選手がいないと困りますよね。シーズン中に未払いが発生して進んでいってもチームがじゃあやめてくやめてくって言ったら選手がゼロになっちゃったら試合が不可能なんでまずいですよねと。ある程度やらせたりなんとかっていう時とかにやる気を出させたりとかっていうので、やる気を出さすために払わないっていうのをやってきたり、しっかりやらないと給料出さねえぞっていう脅しですよね。あ、こっちは契約してるのにっていう話なんですけど、そうやってやってきた時に、僕インドでキャプテンやってたんで僕をコントロールしたいんですよ向こうは。あ、だから選手の中で一番最初に僕に給料を払ってくるんですよ。同じ日に払うとかじゃないんで。へー。だからスポンサーがもともとチームにもあるんで、そのスポンサーが払ってないから僕らにお金を払えないって言ってるんですよチーム側は。あ、確かにそれは本当にあると思うんですよ。
じゃあスポンサーがじゃあ全額じゃなくても一部払ってきたってなったら、メインのなる選手に離れられたら困るんで先に払うって言って、だから僕に払ってきてたんですよ。じゃあインドではキャプテンになれってことですね。そうですね、そういうのも大事かもしれないですね。どうしてダーマイチャレンジ、サッカー選手多分7割ぐらいサッカー選手だと思うんですけど、はい、でうち何人だろうインドに行かれたの、どうしてインドに行かれるんですか。僕はスタートがもうみんなと違って30の時にもう日本でやってても当時 JFL でいつか引退ってくるじゃないですか、サッカー選手で普通にしてたらやれて 2,3 年やれない可能性の方が高いっていう状況で、やめたらサッカーじゃない仕事に就くにしろ、サッカーの方にで何か仕事するにしろ、ただ元サッカー選手になっちゃうと、ただ何にも自分の武器みたいなのがないと、あそれじゃその後困るなと思って、それならダメだったらどうせいつか辞めるんだから海外に一回チャレンジして1シーズンでもプレーしたら元海外でやってたプロサッカー選手って言えちゃうんですよ。あ海外でやってたっていうのを使えるようになるんで、あ確かその経験とその肩書きがあった方がその後のビジネスなんかやるにしろ、何やるにしてもコーチやるにしても何でもいいんですけど、それは大きくなるなと思ったんで海外にやるような代理人の方を紹介してもらって、でその方にちょっとそういう話をしたら、だから僕は海外でやれりゃどこでもいい、レベルなんてどうでもよくてあっていう話をして、で環境もどうでもいいんです、僕はその肩書きが欲しいだけだから、同じような肩書きが得られるんならあとはもう環境どうでもいいんでお金が一番もらえるところがいいです、もうそれだけで言ったら、その当時タイのリーグにすっごい人数が日本人が行き出してたタイミングで、はい、もう100人ぐらいプレーしてるって時期もあったんですけど、タイってでそういうなるスタートらへんの時だったんですけど、タイの場合世界中から選手が集まってきて日本人もすごいって、そこでトライアウトみたいな感じでセレクトされて契約ってなるんですよ、はい、行って結局選手になれなかったら意味ないわけだから、うん、僕はそんなのいらないっす一番は選手になること、海外でっていう話したから、だからインドはって言われて僕どこでもいいんです、だからインドでもなれるんなら何でもいいんですよって言ったら、インドはみんな嫌がるからインドでいいんならすぐ契約できるよって言われて、もうじゃあインドでいいですってインドでみんな嫌がるってのはその環境がってことなんですかね。いいイメージが一切ないんでしょうね、衛生面とか含めて。あでインドのサッカーなんて聞いたことないしと、インドならすぐに契約できるっていうのもなんかすごいっすね、すぐに聞いたことないことも、ね、ちょうどウインドがヨーロッパと一緒だったんで、インドは、はい、僕らが契約が切れるタイミングが冬じゃないですか、そこがちょうど中断期間になって降格仕掛けてるチームが外人を入れ替えたいと、ああっていう状況だったんで、インドはすぐにでも選手が欲しいと、でもプレーなんて見てなくても実績でも分かんないからとりあえず呼ぶしかないからってインド側は、でそれで元 J リーガーっていう実績が使えるし、それでもう行けますかって言われて行けますって言ってすぐ行きましたと実際環境って良かったんですか悪かったんですか。それ日本から比べたら良くないと思いますよ、けど僕は別にもともとちっちゃい時から転勤族だったんで行った先で行った環境になれるってのが当たり前にやってたんで、あただそれがインドってだけで、あ何にも不便なものがあったら快適になるように変えていけばいいだけっていう感じなんですげえな。でも普通に水とか飲めないですもんね、ミネラルウォーター以外。そうですね、それもでもめちゃくちゃ安いんで。ああ、時間とかの潰し方とかどうしてたんですか。時間の潰し方ってサッカー以外の時間。はい、太郎さん犬に追いかけられてましたけどね、うん、太郎さんは追いかけられそうな感じしてるんで追いかけられてないですか。犬に追いかけられてはないですけど、こっちから威嚇しないと、先に、あ、先にちょっとあいつ危ねえなあの犬と思ったらこっちから先にもうコースを外れるか、はい、こっちからこっちが危ないぞと思わせないとあ、そうなんですね。え、その危ないぞって思わせたらやっぱり犬がこうドドドドドババババッと離れていく。あ、こいつちょっとクレイジーかもしれないみたいな。そうそうインド人やってるんですよ、それを。マジっすかあ、じゃあでもそれはね、真似
するべきですよね。だな、犬がなんかちょろちょろちょろと歩いてたらフッとかってやるんですよ急にやるんですよ。えっと思ったら、そしたら犬が逃げてくるんで、別に攻撃したわけじゃない、もう自分を守る術ですよね。確かに太郎さんそういうのやらなそうっすよね。やったらやったらちょっと引くわ俺ちょっと引くかもしれない。イレブンチャレンジというコーナーがありまして、はい、11秒以内に私にパンチが当たったら粗品プレゼントっていう、まあ、粗品が用意してもらったんですけど、この何が入ってるかわからない粗品があるんですけど、はいはい、これプレゼントするんですけど、やりますか、やりませんか。これの勝負もあります。そっちの方がいいですね。これやります、これやります。じゃあのゼロ、伊勢の1、伊勢の4、伊勢の1、伊勢のゼロ、伊勢のゼロ、決めますよ。伊勢のゼロ、グッ勝ちましたね、これ伊勢のゼロよっしゃ、粗品ゲットですね。やばい、なんかもう途中から負けオーラが出てました。俺僕なんとなく大丈夫だなと思いました。なんか感じることありません、こういうなんかゲームとかやってる時に負けオーラ出ちゃう時って。あります、ありますよね。あれ何なんだろうな。逆もあります。あ、絶対負けないと思うね。あ、まあ、PK 戦とか遊びでやってる時もなんか俺今日やべえ負けオーラ出てるなみたいな、あれ不思議っすよね。雰囲気に、相手の雰囲気に入っちゃってるんですよね。多分サッカーの1対1とかでもあるんです。あ、相手の守備範囲というかゾーンにこっちが入っちゃってる時だって。あれってアスリートならではのあれなんですかね。どうなんですかね。あ、でもならではっぽいな。普通に仕事してるとそんな極限の瞬間ってあんまないですからね。まあ、ちょっと負けました、すいません、勝たせていただきます。この番組はですね、はい、私がゲストの方をお招きしまして、ゲストの方が次のゲストの方をご紹介いただくというですね、テレフォンショッキングのシステムを採用しております。そしていつの日かタモリさんにたどり着こうという野望を持っております、はい、松ヶ谷さんにもご友人をご紹介いただきたいんですけれども、どなたかおられますでしょうか。品川 CC にいる選手の一人で、はい、渡辺大吾っていう国見高校出身で、京都とか大宮とか讃岐とかっていう経歴で、途中韓国も行ってんのかな。今はセカンドキャリアで仕事しながら、セカンドキャリアっていろいろ用意しなきゃダメだよとかいろいろ発信しながら、大学生中心に発信したりしながら、今うちのチームでも選手としてプレーしている。楽しみにしております。はい、では本日ありがとうございました。ありがとうございました。タモリチャレンジは5つのラインで紹介ネットワークが広がっています。1つ目のラインは山根さんのブルーライン、2つ目は森崎さんのレッドライン、3つ目は太郎さんのイエローライン、4つ目はニミちゃんのパープルライン、最後5つ目はオレンジラインの紫藤さんという具合に、それぞれのラインで紹介のラインが進んでいきます。果たしてどのラインがタモリさんまでたどり着くのでしょうか。皆さんも今後のタモリチャレンジをお楽しみにしてください。それでは皆さん、また次回にお会いしましょう。ありがとうございます。